元作は、カナダの俳優、脚本カルネ、ダニエル・デュボワによる原作を、田岡聡の上演台本、演出で上演する舞台。これまでに、相馬圭介や伊藤洋介、松田しのぎといったキャストたちにより上演されており、今回は、溝口拓也、原田雄一、米原康介、鈴木晴美がキャスティングされている。舞台は、1967年7月5日のカナダ・モントリオール、殺人事件を実施してきた、彼、溝口が、裁判長の執務室で、刑事、原田から取り調べを受けている。被害者は、談笑をなりわいとする、彼と肉体関係があった大学生。36時間以上かけても、十分な調書を作れないことに、刑事が苛立つ一方で、彼は殺害の動機に言葉を濁し、ステージの中央には執務机が置かれており、その後ろには本棚とブラインドがついた大きな窓がある。冒頭では彼が執務室に駆け込んできて電話をかけたり、警察官たちが彼に拳銃を向けたりといったシーンが無言のまま、暗転を挟みながら断片的に演じられる。これによって観客は一気に物語へと引き込まれた。その後再び舞台が明るくなると、執務室にはモントリオールの地図が広げられた黒板や、机と椅子などが置かれており、当事者たちがうんざりしてしまうほど長時間に及ぶ取り調べのシーンがスタートする。劇中では、雨音の音響効果や、窓の外が明るくなり、そして暗くなる照明効果によって時間の経過が示された。溝口演じる、彼は、スーツや制服をきっちりと着込んだ警察官たちを前に、シックな内装の執務室を裸足でペタペタと歩き回り、異質性を際立たせる。重要な話題に近づくと、彼は夢の中を漂うように取り留めのない話を続けたり、頭を抱えて壁際に座り込んだりして、刑事たちを煙に巻いた。溝口は膨大な量のセリフを操り、彼がどのような経緯で実施したのかを少しずつ明らかにする。終盤、彼が被害者に対する切ない思いや、談笑の仕事に抱いている苦しみを語る場面では、感情あらわに独白し、観客を引きつけた。対する刑事役の原田は、タバコをくゆらせながら、彼を挑発し、追い詰めるように問いかけることで、物語の緊張感を高める。また談笑である、彼に軽蔑の眼差しを向けると同時に、根気よく質問を繰り返し、辛い記憶を語る、彼を静かに見守った。彼らの心理戦の行方を、ぜひ確かめてみては。時間は2時間10分を予定。なお元作は、セクシュアルな表現を含むため、15歳未満は入場不可となっている。公演は7月11日まで。千秋楽となる11日13時30分開演会では、CONFETTI ストリーミングシアターにてライブ配信も行われる。